今日はメンズアクセサリーの代名詞、クロムハーツの解説だ。十字架でいかついイメージが強いクロムハーツ、どんな歴史があるのか気になるんだぜ。モードの帝王で知られるシャネルやフェンディのデザイナーであった個人カール・ラガーフェルドも、男性が身につけて良いジュエリーはクロムハーツくらいと豪語するほどだ。クロムハーツ派ファッション業界だけではなく、世界で愛されるシルバーアクセサリーブランドなんだ。今や、聞いたことがない人は女性でもなかなかいないレベルなんだぜ。今日は、クロムハーツの歴史、クロムハーツの魅力、アイテム紹介、の構成で話していくよ。それじゃあゆっくりしていってね。クロムハーツは、アメリカのリチャード・スタークにより、1988年に設立されたアクセサリーブランドだ。すべてのアイテムがカリフォルニア州のハリウッドで製作されているんだ。あの映画で有名なハリウッドでしかクロムハーツは作られていないんだね。スタークさん、あまりにもかっこよすぎないか。展開しているアイテムは 22K イエローゴールドや 18K ホワイトゴールドなど多岐にわたるよ。リチャード・スタークがどのようにして、今日のクロムハーツに成長させたのか今から解説していくね。リチャード・スタークは1960年5月19日、ニューヨーク州ユーティカに生まれた62歳だ。小さい頃からアクセサリー好きのヤンチャボーイだったに違いないんだぜ。偏見にも程がある。彼が生まれ育ったニューヨーク州ユーティカは自然が多く、1960年代には産業も衰退した区域であり紙に忘れられた街と言われるほどだったんだ。リチャードが暮らしていた家の周囲は墓地と森に囲まれていて、ヤンチャボーイからは程遠かったようだ。偏見は絶対ダメなんだぜ。お前が言うな。クロムハーツは十字架のイメージが強いけどリチャードはクリスチャンではないんだ。幼少期は遊ぶ場所が古びた農園や教会ばかりだったことから、そこからインスピレーションを受けているのかもしれないね。高校卒業後はカリフォルニア州に移り木工職人に弟子入りをしたんだ。家具の製造や建築といった木材を扱う仕事をしていたよ。カリフォルニア州はハリウッドやビバリーヒルズといった、きらびやかな世界が多い街だから、日本でいう上京したみたいな感覚なんだぜ。それにしてもアクセサリーとは縁遠い仕事をしていたんだね。彼が勤めていた会社は建築業務の他に比較製品輸入業も行っていたんだ。輸入業も触れていくうちに、次第に大工の道を諦め、比較製品のセールスに転身することを決意したんだよ。セールスって営業のことだから、リチャードは走り回って輸入した革製品を売りさばいていたのかな？その通りだ。リチャードはバイクが趣味だったことからハーレーに乗りながら各地で販売をしていたようだ。全米をセールスで巡回しているうちに、同じ比較製品のセールスをしていたジョン・バウマンと知り合い、バイク用比較ファッションの共同ビジネスが始まったよ。アクセサリーではなく、バイク乗りのためのブランドから始まったんだね。ビジネスを通じて、自分たちが身につける革アイテムが欲しいという話になり、彫金職人であったレナード・カムホートを仲間に招き入れ、本格的にバイク用ファッションをスタートさせたんだ。リチャード・スタークとジョン・バウマン、レナード・カムホートの3人体制で本格始動なんだぜ。イグザクトリー、ジョン・バウマンの写真は見つからなかったよ。早速レザージャケットなどが作成されたんだけど、ファスナーやボタンに原クロムハーツのアイコニックでいかついシルバーパーツを採用したんだ。シルバーパーツに惹かれてレザージャケットを購入する人が多かったことがシルバーアクセサリーブランドになるきっかけとも言えるね。今やシルバーアクセサリーがついてるクロムハーツのレザージャケットなんて100万円を超える代物だよね。クロムハーツが今もレザージャケットを出しているのなんてよく知ってたね。そこら辺は後ほど触れさせてもらうよ。1988年、彼が28歳の頃にサーファーであったローリー・リン・スタークと出会い、そのまま結婚するよ。同年、クロムハーツが設立されるんだ。おお、ここからクロムハーツの栄光が始まるんだね。クロムハーツはアメリカ西海岸のロサンゼルスでスタートしたんだ。クロムハーツのブランド名の由来は、錆びないハート、揺るぎない鉄のような心など諸説あるようだけど、リチャード本人は、特に意味はない。響きがクールでかっこいいからつけたんだ、と話しているようだね。その適当さ、いい意味で期待を裏切っていないんだぜ。設立から1年後、映画チョッパーチップスインゾンビータウンの衣装をクロムハーツが手掛けたことから、アメリカセレブの注目を一気に集めることになるよ。たった1年でハリウッドセレブに注目されるなんてびっくりなんだぜ。そもそもなぜ映画に起用されることになったの？リチャードの友人が映画監督をしていたことがきっかけのようだ。こればかりは運が良かったって感じなんだぜ。バイクで全米をセールスに回っていた商人だったからいろんな業界に知人がいたんだろうね。自らの手で紡いだ交友関係が道を切り開いたんだね。設立の2年後である1990年、ニューヨークに続いて世界で2番目にクロムハーツを扱ったのは実は日本のセレクトショップなんだ。岩手県盛岡市にあるインテレクチュアルギャラリーが取り扱いを開始したんだよ。誇らしいね。クロムハーツの聖地として広く知られ、ファンが聖地巡礼していたって噂もあるくらいだ。1992年には、アメリカファッションデザイナーズ協会アクセサリー部門最優秀賞を受賞したんだ。創業からたった4年で？すごすぎなんだぜ。これを機にアメリカにクロムハーツの名前が広まったに違いないんだぜ。
1993年に青山のコムデラルソン、1994年にはユナイテッドアローズが取り扱いを開始しているよ。勢いはとどまらず、1996年にニューヨーク、1999年には南青山に直営店第2号店を出したんだ。岩手で扱ったのが世界で2番目なのに、直営店もニューヨークの次が東京だったんだね。日本の芸能人などがこの時代からクロムハーツの虜になっていたからね。日本はクロムハーツ需要がかなりあったってことなんだぜ。1995年に彫刻師として仲間に入っていた創業メンバーのレナード・カムホートが脱退し、彼のオリジナルブランドレナード・カムホートがロサンゼルスでスタートするんだ。今はなくなってしまっているけど脱退後に自分のブランドを設立したんだね。レナード・カムホートはロンワンズの前身でもあるブランドなんだ。ロンワンズ、なんか聞いたことある気がするんだぜ。ロンワンズはクロムハーツ、A&G と並ぶシルバーの世界三大ブランドの一つとして知られているからね。レナード・カムホートも天才と言われているよ。一切の妥協を許さないという職人精神とオリジナリティに溢れた自然界をモチーフにした作品作り。レナードの特異的才能がなければクロムハーツも、そしてロンワンズも存在し得なかっただろうね。創業者3人ともが天才でありカリスマだったってことなんだぜ。2000年には大阪、福岡、神戸などの日本をはじめ、香港、パリ、ロンドン、台北など次々と店舗数を拡大していき、アクセサリー業界で知らぬ者はいないほどのシルバーアクセサリーブランドに成長していくんだ。そして今に至る。結構はしゃってない。それほど順調に店舗拡大を続け、長い時間をかけて世界に浸透していったブランドなんだ。また、世界的なロックスターがこぞってクロムハーツを愛用していたことも、ここまで人気が出ている理由だろうね。歴史の話はここまで。ここからはクロムハーツの魅力について話していくよ。イエーイ。クロムハーツはバイク乗りのための比較製品として始まったブランドだから、使われているレザーの品質も最高レベルで使い込むほどレザーの良い味が出るんだ。そしてクロムハーツはハリウッドで全て手作り&妥協のない製作を行っているため、出荷数自体が少なく、手に入りにくいモデルが多いのが現状だ。中古屋さんでもクロムハーツのアクセサリーはすごい高値がついてることがあるよね。市場価値が非常に高く、シルバーアクセサリーブランドとしての地位を確立しているよね。市場価値が高いアイテムはみんな欲しくなるよね、ロレックスとか。まだまだ魅力はあるよ。なんといってもクロムハーツの特徴は一癖も二癖もあるデザインだ。それなのに不思議と多種多様の服装やシチュエーションに溶け込むと言われているよ。万能なデザイン性が高く評価されてるんだね。バイカースタイル起源のブランドだから、スーツみたいなカッチリスタイルに合わせるのは難しい、というか合わせることはないだろうね。もっともっと魅力を教えてくれよ。クロムハーツの回だからかあまりわかんないな。マリサはクロムハーツってどんな印象かな？とにかくごつい、そしていい意味で中二病っぽいんだぜ。確かにごつくてイカついアイテムが多いよね。一目見ればクロムハーツだとわかるキャッチーなデザインが多いよね。シルバーアクセサリーつけてるよりも、クロムハーツつけてる、ってなるんだぜ。独特なデザインで一見派手に見えるけど、クロムハーツというブランドがオシャレの代名詞世界的ジュエリーブランドとして、確立しているからこそさらに魅力が高まって購買者が増えていくんだぜ。それはブランドの本質だね。歴史を経て確立したブランド優位性、これもまた魅力の一つなんだ。創業者リチャードのカリスマ性も人々を魅了するのに一役買っているだろうね。クロムハーツ黎明期、創業者リチャードに憧れて黒 T レザーパンツを合わせるというファッションムーブメントが起きるくらいだもんね。総括すると、1レザーやアクセサリー加工の品質が最高水準、2生産数が少なく希少価値が高いため市場価値が高い、資産性がある、3多くのファッションに馴染む万能なデザイン性、4創業者のカリスマ性やセレブリティ着用によるブランド優位性、あたりが挙げられるかな。なるほどなんだぜ。最後に、定番アイテムや個人的におすすめなアイテムを紹介していくよ。まずはクロムハーツの代名詞、CH クロスだ。何度も見たことあるデザインなんだぜ。クロムハーツの核となるデザインでサイズ展開が広く、クロムハーツ愛用者も持っている人が多いアイテムだ。お次はフィリグリークロスだ。いかつい。クロムハーツの中でもひときわ目を引くデザインだ。ラージサイズやハードなデザインを好む方におすすめだよ。ド派手でサイズが大きいから、アクセサリーとしてではなくオブジェとしてインテリアにする人もいるんだ。確かに家にこれ飾ってたらかっこいいんだぜ。次はダブルダガーだ。十字架ではなく短剣のデザインだね。大切な人を守る、強くあろうとする意志、という信念に根ざした剣として、お守り的な意味合いでモチーフを表現しているんだ。こんなデザインがあるなんて知らなかったんだぜ。超絶かっこいいんだぜ。次はラージ5ポイントスターリングだ。夢や希望をかたどったスターモチーフで魔除けとしての意味合いもあるよ。ボリューム感があり、見た人にインパクトを与えるラージスターリングだ。写真だけでも迫力が伝わってくるんだぜ。次はスターオブダビデだ。デザインの元となるダビデの星は神聖な魔除けの意味を持ち、日本では古くから六芒星と呼ばれているモチーフだよ。十字架だけでなく短剣や星といった様々なデザインがあるんだね。実はアクセサリーだけでなく、最近は洋服も人気があるんだ。これは多くのメンズセレブリティが愛用する、ブラックのクロスパッチがついたオレンジのデニムだ。パッチやデニムの色も多く展開していて、かっこいいデザインが多いんだけど、定価は50万円を超えるようなデニムが多いんだ。
このデニムはヴィンテージのリーバイスにパッチやプリントがされたモデルなんだけど、約1年前に発売された正規価格は45万円。超顧客を中心に販売されたんだけど、0.2 秒で売り切れた上にバイマなどで150万円くらいで売っているんだ。ジーンズに150万円。国産車買えるんだぜ。ロゴパッチデニムが100万円で取引されるなんてザラだ。希少性が高く、ラグジュアリーブランド価格なだけあって、衣類はヤバい価格に跳ね上がることが多いみたいだ。10着買えばメルセデスベンツ S クラスが買えちゃうんだぜ。日本でロゴパッチのクロムハーツデニムを着ている人なんてほとんど見たことがないよ。それほど希少でお金に余裕がある人じゃないと手が出せないアイテムなんだね。パーカー類も10万円くらいで販売されてるものが多いね。これは着用している人をちょくちょく見かけるよ。可愛いアイテムも多いからぜひチェックしてみるんだぜ。これは約5年前の2017年に、銀座のドーバーストリートマーケットで限定販売されたレザージャケットだ。まさに原点にして頂点のレザージャケットなんだぜ。値段は120万円とサンローランのライダースが2、3着買えちゃう価格帯ではあるものの、細部にクロムハーツのアイコンとなるパーツがあって、マニアの心をくすぐる至高の一品だよ。実物を手に取ってみたけど、馬角特有の滑らかな表皮、長年の使用によりぬめりのような独特な光沢を帯びて年月を追うごとに魅力を増す仕様といい、物欲メーターがぶっ飛びそうになったよ。さすがに買わなかったけどね。買えなかった。でしょ。そうとも言うね。実はあのモードストリートブランドであるオフホワイトともコラボしているんだよ。2016年、2018年と2回コラボをしていて、ロゴティやパーカーは瞬く間に完売したんだ。オレンジのパーカーは現在10万円前後で取引されているようだ。オフホワイトやルイ・ヴィトンのデザイナーのバージル・アブローがなくなってしまったから、クロムハーツとオフホワイトのコラボ第3弾が見れないかもしれないと思うと悲しいんだぜ。創始者のリチャード・スタークの愛用バイクは何か覚えてる？ハーレー・ダビッドソンなんだぜ。まさかクロムハーツとハーレー・ダビッドソンのコラボバイクもあるんだよ。正式にはリチャード公認のカスタムメーカーでハーレーのクロムハーツ使用車を作り上げたんだ。リチャードになりきって比較製品をセールスしたくなるんだぜ。一等品ボディじゃバイク乗れないでしょうが。さて、今日はクロムハーツの歴史、魅力、アイテム紹介をしてきたけど、どうだったかな？クロムハーツのアイテムは持ってないんだけど、今回の動画でかなり興味を持つことができたんだぜ。クロムハーツにハマると下手なラグジュアリーブランドの3倍の速度で財布が空になるよ。3倍稼げばもう満タイなんだぜ。どこから来るの？その自信。おやもうリチャード・マリサだぜ。兄さんよ。なんだこいつ。クロムハーツを愛用している芸能人が多いから、その特集も別の機会にさせてもらうよ。楽しみに待ってるんだぜ。ということで今日も、ご視聴ありがとうございました。